こんにちは、はちむぎです。今日はマタニティアートもしたいと思っています。イエーイ。妊娠したらね、みんな夢ですよね、お腹に書くので、今回はお店屋さんとかに頼むんじゃなく、完全オリジナル、自分たちで書いていこうっていう企画です。はい、やっていきたいと思います。はい、それで材料を買ってきたんですよ。ボディペイント用の絵の具です。これだとなんか皮膚科の先生と共同開発してるから大丈夫らしい。そう、こんな感じでやっていきます。で、描く絵なんですけど、もうこれは決まってて、私ムーミン大好きなんですよ。すんごく大好き大好きなんですよ。なのでムーミン一家みたいな感じになるのか、そう、そう、そういう願いも込めてやっていきたいと思います。で、下書きとかは全部麦ちゃんがやって、そう、完成形はまだ見せません。はい、はい、下書きも見せません。はい、とりあえず塗っていく工程をパーッとご紹介できたらなと思います。僕も色塗りをちょっとずつ手伝いながらやっていきたいと思いますそう、下の方見えないからはい、それではやっていきましょう。はい、それでは早速、まずトレーシングペーパーにその元の絵、自分で描いた絵を転写します。そう、お腹にね、下書きするため に、 ために。はい、それではやっていきます。これはハチくんの仕事です。はい、結構難しくないでも下の絵をひたすら写すだけ、写すだけ、結構難易度が、まだ絵は見せませんはい、それでは早送り。はい、それでは下書きができたので、早速中に転写していきたいと思います。はい、最近すごい出たし、わかりますか、ドン。30周です。いきましょう。はい。まずウェットティッシュとかボディーシート、ボディーシートの方がいいと思うけど、そういうのでお腹をきれいにかつ濡らします。でお腹をウェッティーにします。湿らせて。で、描いた側ね。そう、こっち側を。それで。はい、今早く急いで、急いで。これで。もっとこすって、こすって。入れてるから、いくよ、剥がします。ベローン、すごいすごいすごい、ちゃんと写ってるちょっと綺麗に。それでは頑張ってやっていきたいと思います。すごい綺麗に写ったね。じゃあ黙々と塗っていきたいと思います。はい、まあ素人にしてはいいでしょう、うん、いい感じじゃない。じゃあこれから撮影にね、うん、行ってインスタ映えの写真を撮ろうかな。はい、はい、マタニティアート終わりです、はい、ね、結構いい感じにできたと思うけどね、うん、お金かけてないっていう分にはめっちゃいいかなって思います、はい。